実際の節政くんのエントリーシートを検索していただけたらなと。具体性がもうちょっとあると相手にイメージさせやすくなるなと思いました。こんなに頑張ってたんだと思って自分で感動ちょっとしちゃいました、ね。どうもしゅんです。こんにちは。今回は ES 添削の動画なんですけども、また節政くんと岡本さんに来ていただいて、実際の節政くんのエントリーシートを岡本さんに添削していただけたらなと思っております。はい、ちなみに ES 書くの初めてですか？そうですね、はい。おお、今回は ES のいろんな要素の中でも自己 PR を特に添削していただけたらなと思ってます。ちなみに前回の動画で自己 PR を考える上でとか話す上でのポイントもお話しいただいたので、そちらも同時に見ていただけたらなと思います。では早速お願いします。40万人からの厳しい評価に負けない、へこたれないポジティブさが私の強みです。私は就活特番というネット番組に出演しました。もともとマーケティングの長期インターンを1年間やっていた経験もあったことから、他の出演者にも怠らない自信がありました。でしかし自分が頑張ってきたこと以前に、他の就活生と自分の就活に関する考え方の甘さに関して、出演者や番組のコメント欄に厳しい指摘を受けました。でそのいった経験から SNS 上の意見をこう前向きに捉え、今の自分の弱点を克服しようと決意し、3つの取り組みを行いました。まずは冷静にコメントで何についてこう指摘しているのかを分析しました。次に読むコメント全てに対して感謝の気持ちを持ち、最後にいただいた指摘は素直に受け入れて行動で変えようとしました。結果として不特定多数の人に評価されている SNS 上でまた自信を持ってこうやって出演することができるようになりました。こうした経験から私は40万人からの厳しい評価に負けない、へこたれないポジティブさがあります。以上です。ありがとうございます。ちなみにどんなコメント聞いてたんですか？就活に対する考え方の甘さがあって、はい、そんなんじゃダメだよっていうのがすごいコメントで多かったです。では岡本さんの方から検索プラス書く際のポイントとかがあれば教えていただけたらなと思います。まず型がしっかりしてるっていうところがすごく良いなと思いました。はい、でその型が何かっていうところですけれども、はい、前回の動画でも話した、まず私はどんな人ですタイトルから始まって、でその前置きを言ってストーリー性を持たせるためのこんな壁があった、課題があった、でもそれを乗り越えようと思った、でその具体的なところ言って最終的にこうなりましたよっていう、まあそういった型に沿って話すっていうところをポイントを押さえられているんで、さらにそれを良くしていくためにっていうところのフィードバックをまずしていければなというふうに思うんですけれども、はい、まずどういう結果を出したかっていうところが重要なポイントで、この結果を出せる人なんだ、じゃあうちの会社で働いてからもすごく活躍してくれる人になるんじゃないか、そう思ってもらえるような内容で伝えることがすごく重要だっていう風な時に、自信を持って出演するっていう主観的な内容になっているので、自信を持ってそれを仕事としての成果につなげる、ここまでいけるのかっていうところを見られているので、そこが伝わるような内容にパワーアップできればなと思いました。はい、でじゃあそれをどういうふうにパワーアップするのっていうところに戻っていくと、具体の話になるんですけれども、具体の内容がですね、コメント欄で厳しい指摘を受けたけれどもそれを前向きに捉えて克服しようと決意してこう受け止めていきましたっていうふうにあるんですけども、はい、ここがですね、具体性がもうちょっとあると相手にイメージさせやすくなるなと思いました。さっきお話聞くと1000件もコメントがあって、自分自身の就活に対する捉え方っていうのがまだ抽象度が高くて、大手に行ければいいかな、安定かなっていうふうなところで止まってた部分を、そのコメントから気づいてもう一歩進んだ、具体化していこう、考えていこう、そう思って今こうやって就活チャンネルに継続的に出演するっていうことを通じて学ぶっていう行動に変わってるわけじゃないですか。はい、なんで自信を持ったっていう抽象的なところじゃなくて、ちゃんとそのフィードバックもらった内容から行動に移せて、今どん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 変わってってるっていうふうなところがありますし、しっかりそういった結果が出してるんで、そういった部分を具体的に書いてあげた方が相手には伝わりやすくなるんじゃないかなっていうふうに感じました。っていうところがこの自己 PR に関するフィードバックになるんですけれども、はい、ひっくり返すようなことを言うと、はい、私はこのエピソードじゃなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってたりするんですよ。あ、はい、なぜそう思ったかっていう大元のところからいくとですね、はい、就活番組に出る学生として出たわけじゃないですか。はい、その中で多くの学生は軸が定まってて素晴らしかったわけですよね。でもその中で大手だったら安定かなっていう、そういうところで参加してくれたんですよ。それってそのチャンネルとしてはめちゃくちゃ重要な役割を果たしてくれた人だったんですね。その結果1000件もコメントもらったんですよ。という意味で言うと、はい、マーケターとして素晴らしい役割を果たしたんですよ。そういう視点で見た時にそこに気づけてない人っていうのがこれで伝わっちゃうんですよ。というふうに考えた時にですね、はい、今現時点の自己 PR として話すんであれば、もともとやってたマーケティングの長期インターン1年あるんで、それを切り口として自己 PR を再構築してみると、もしかすると今の選んだトピックよりも良いものができるかもしれないなっていうのを感じました。
ちなみにどんなことをやってたんですか、マーケティングといえば。企業のアカウントみたいのをこう運営してやってました、うん、で具体的に何をやっていたのかっていうと、マーケティングに関する最初情報を大学生向けに発信してたんですけども、うんうんうん、なかなかこう反応が良くなくて、じゃあマーケティングの知識って大学生に関わる中で何か使えることってないのかなって考えた時に思いついたのが就活って部分にありまして、うん、就活とマーケティングって調べた時に自分の強みを発見するのにスウォット分析しますとか、業界分析する時に 3C 分析してやるとできますよみたいなのがいろいろあったんで、うん、じゃあそれをじゃあうまく伝えられたらいいのかなと思って、うん、そういったものを図解してこうやったら結構反応が良くてリツイートが10以上いったんですね。そういった経験もありました。それは何の目的で運用してたんですか。大学生のマーケティングのすでに興味がある人とか大人に対して情報発信して興味を持ってくれた人にスクールに通ってもらえたらいいなという、はい、あスクールと人材ビジネスをダブルでやってるところの動線作りをするっていう SNS 運用をしていたというところですね。 OK です OK です。じゃあ学生向けに発信してて10リツイートぐらいまでいったっていう風なところなんですけれども、その前はどんぐらいだったんですか。その前までは全然まずいいねがつかなくて、よくて5いいねぐらいだったんですけど、うん、それがそのツイートをしたことによって最終的にいいねが50ぐらいについて、ツイートがそもそも何もつかなかったんですけど、それが急にその図解をやったことによって0が10になりました。実際にツイッターを運用したことによってスクールにツイッター見て入ったよみたいな人はいました。入った人はちょっとわからないんですけど、定期的にセミナーとかの募集をツイートするんですけど、それを見て5人ぐらいはイベントに来たって人はいました。ツイッターの運用について会社の中で教えてくれる人とかっていたんですか。基本的なこういう風にすればいいんだよみたいなことは教わったんですけど、うん、後に関しては自分でこう調べたりとか本読んだりとかして自分なりに運用していったって感じなんで、比率で言うと2割は教えてもらって残りの8割は自分で考えてやってるって感じですね、うんうんうん、あと SNS の運用とかって量をこなすってことって結構重要だとすると思うんですよ。あ、はい、その量に関するアプローチなんかしました。もともと1日1ツイートだったところを1日5ツイートに変えて、いいねも例えば22卒の方だって23卒の方を中心に100件ぐらいずっとポチポチいいね押しに行ったりとか、あとは新しく始めましたって方もいるんで、その人に対してよろしくお願いしますみたいな感じのことして、じゃあ交流を持つみたいなことをやったりとかしました。いいじゃないですか。 OK っす。じゃあこんな感じっていう自己 PR いきますね。あ、はい、私の自己 PR としましては、困難な状況でも向き合って試行錯誤しながら結果を出せるっていうところが私の自己 PR です。私は1年間マーケティングの業務の長期インターンを行ってきました。その中で私が担当していた業務はツイッターアカウントの運用だったんですけれども、私が運用していたアカウントの目的というのがマーケティングのスクールを経営している会社だったので、マーケティングスクールに入校する学生を集めるためにツイッターの運用を任されていました。その運用任された当初、正直反応はほとんどなくていいねもつかない状態だったので、もちろん当然ですがセミナーで興味あるんだったらどうですかっていうのをやっても一人も来ない、そんな状況だったんですが、せっかくツイッター任されたからにはそこから成果出せるようにしようと決意して取り組みました、はい、まず私が取り組む中で考えたことは、正直ツイッターに詳しい方っていうのが社内にはいなかったんですが、まず自分自身でネットを調べてツイッターというものがどういうルールで伸ばすことができるのかっていうところを把握するところから始めました。そこを把握した結果、やっぱり大事なのは量だということが分かりましたので、はい、まずツイート数1日1ツイートだったのを5ツイートまで増やしましたし、また学生の入ってくれるだろうターゲットに対して自らいいねを毎日100以上押しに行ったりだとか、リプで絡みに行く存在をしてもらうということを行いました。また数を増やすだけではなくて、学生に対してマーケティングを学びたいと思ってもらうには自分たちのツイートもマーケティングを意識する必要があるということがあったので、はい、いろんなそのマーケティングに関する例えばスウォット分析だったりとか 3C 分析だったりとか、そういった横文字で分かりづらいものを図解で分かりやすくするというのをツイートで伝えることによって、おここに来たらマーケティング学べるんじゃないか、そう思ってもらえるようなツイートを心がけて積み重ねてきました。そのようなことを行った結果、最終的には無料説明会の参加というのをツイッター経由で5名ほど参加してもらえるような状況にまでなりました。私はこのように困難な状況だとしてもそこで諦めずに試行錯誤して結果につなげることができる、それが私の自己 PR になります。こんな感じのことをやってるんですよ。すごい。最初聞いたらふわっとしててもどんどん深掘りして掘るといっぱい進まさくんからいい内容とか話が出てきたのでびっくりしました。みんなちゃんとやってるのに本当にやってないって思っちゃってるんですよ。すごいもったいないんですよ。自分で全然何もやってこなかったって意識が強かったんですけど、最後にこう言われた時に、いや俺こんなに頑張ってたんだと思って自分で感動ちょっとしちゃいました。自己肯定感上がった。上がりました。今のは本当に100のことやってるのに伝え方を知らないばっかり10になっちゃってめっちゃもったいない気がする。いや本当そうだ。やってるなんかやってることをちゃんと伝えましょうっていうところはこんな感じでやっていくとできるようになるんで、はい、参考にしていただければと思います。はい。
ということで、視聴者の方も自分なりにノートに書き出したりとか、はい、彫る作業と伝え方を変えることだけで、より良い自己 PR になるのかなっていうふうに思いました。ということで、これからエントリーシートを出す方や面接を控えている方は、今の動画を参考にして、より良い就職活動を送っていただけたらなと思います。最後に感想をお願いします。最初に自分が書いた自己 PR よりも、むしろ岡本さんにさっき言われた、この長期インターンの方のインターンの方がめちゃめちゃ分かりやすいし、自己 PR の書き方とかも改めてもう一回分かったので、はい、さっき言われたことを今度は自分で解釈して書き起こしたいなというふうに思いました。ということで、岡本さんのチャンネルでもエントリーシートの書き方とか、志望動機の書き方を解説したいので、よかったら覗いてみてください。今見てですね、自己 PR とかガクチカとか添削してほしいなっていう方がいれば、私のチャンネルのコメント欄にコメントしていただければ添削しているんで、もししてほしいなっていう方はコメントいただければと思います。ぜひ皆さんの SNS もチェックしてみてください。ということで、皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。